藤井宝佐氏から1925年12月5日は、日本の陸軍軍人、政治家、家族。最終階級は、陸軍中将。貴族院男爵議員。広島県出身。ビンゴ福山藩士の藤井忠春の長男として生まれる。藩甲茂行官に学び、門伝中長に指示する。明治4年9月15日、陸軍少尉に任官。 明治5年3月19日陸軍中尉へ、1874年9月29日陸軍大尉、へ、1880年7月21日公平調査へ、昇進。1885年6月22日公平調査に、昇進し、同日陸軍士官学校学科日下げりに就任。1887年6月15日、 陸軍幼年学校長に転じ、1889年6月3日、陸地測量部長心得となり、同年9月20日、公平大佐に昇進した。1894年8月、陸軍大学校長事務取扱いに就任。1895年6月、陸地測量部長に移動し、1896年10月、陸軍少将に進級した。 1904年6月、留守参謀本部事務取扱いに就任し、1905年2月、陸軍中将に進んだ。1906年7月6日、予備役に編入。1913年4月1日、交尾役となり、1917年4月1日に退役した。1907年9月21日、その功績により、 男爵の爵位を受釈し家族となった。1911年7月から1925年7月まで貴族院議員に在任した。その他、維新資料編纂会委員も務めた。ありがとうございます。